今週気づいたこと高倉健さんがお亡くなりになってまあ、追悼の番組いっぱいやってるじゃないですか。でいてなんかそのしっくりくる追悼のこうコメントを言う人みたいので言うとたけしさんとかすごいしっくりくるでしょすごい信仰もあったわけだし。でまああの。 他のケースは僕はそうでもない違和感をいつも覚えてたんですけど、武田鉄矢さんは今回に関してやっぱりすごいぴったり来るじゃないですか。ね。で、あと一人俺、坂東英二さんが多分、あの、スタンバってると思うんですよね。坂東英二さん自体はもうウォーミングアップが全部済んでると思うんですけど、こんな時でも、なんか、ね、あのー、 いかねえんだな、みたいな。ね。よく、お葬式とか結婚式だけは、どんなしくじった人でも、仲間、みたいな考え方って昔からあると思うんですけど、あ、でも、そっか、バンドエイジさん、ネタいっぱい持ってると思うけど、見てないよね。なんか、ああ、まあね、やっぱり世間はそんなやっぱ許してないのかね、とか、思いながら、え行、ー、きましょうか。月曜チャンク伊集院光る深夜のバカ力から。